カタログのこの値段参考にならない。絶対に外交で公開せない。どうも、外交デザイナーの宮です。本日はですね、まあ、シンプルなんですけれども、おしゃれなガレージのある、まあ、新築外交の現場にお邪魔させていただいて、いつも通りねルームツアーの方、撮らせていただきたいと思います。ということでですね、本日はシンプルなんですけれども、予算内でできる最強の、おしゃれガレージの新築外交の現場というテーマでねお話をしていきたいと思います。まあ、見どころもねたくさんありますし、皆さん今新築外交でもね機能性よくとか、まあ、植物が好きな方であれば植物を入れてガレージが欲しいっていう方たくさんいると思いますので、まあ、まさに見ていただいている皆さんが参考になるような現場だったので、今回ご紹介させていただきたいと思います。普段はねこういったあの新築外交だったりとかリフォームとかいろいろお話をしてるんですけども、ルームツアーの現場って結構人気だし、皆さん見たいという声たくさんいただいてますので、今日もね最後までご覧ください。こういった形で外交のルームツアーとかカーポート新商品、さまざまな外交にまつわるお話をしております。今後もねこういった有益な情報を見逃したくないということで、今のうちにチャンネル登録の方もお願いします。それでは早速行ってみましょう。まずですね、まあ、全体ちょっと見ていただいたら分かるんですけども、見どころとしてはガレージとかカーポートとかがあります。こちらまず門中になります。まあ、皆さん結構門中こだわる方が多いと思うんですけど、まあ、立地から見てこんな形でちょっとねインパクトあるように L の字で回してます。タイルの門中です。で、皆さんやっぱりもうタイル張りに結構こだわりたいとか取り入れたいっていう方が多いので、よかったらこういったね、まあ、見たら分かるんですけど柄が若干あるんですね。なので一つのタイルで、濃いの薄いのとかちょっと混ざりつつ単調にならないようなタイルとかあったりします。結構コスパもいいタイルなので使いやすいと思います。タイルの品番とか細かい部分に関しては、動画の後半の方でお話もしたいと思います。で、もうちょっとお話しますと、このタイル持ちで、なおかつやっぱり劣化とかも結構皆さん気になるじゃないですか。雨の汚れとかで黒ずんじゃうんじゃないかなとか心配される方いると思うんですけれども、これそのためにカサギってもつけてます。これ何かっていうと、見てもらったら分かるんですけど、ちょっとねタイルより出っ張ってるんですよ。こんな形で分かりますかね。あることによって雨よけ、人間の傘と一緒ですね、雨よけになります。なのであるとないというのは結構違って、まあしかも値段もねそんな高くないんですよね。まあ3万4万5万とか、まあ長さとかによって変わるんですけども、そういった形でつけれます。これアルミの材質でできてます。で、今回はねこういった形でタイルに貼って、さらに上に傘木もつけてるんで、もうメンテナンス性が高い、要は劣化が薄いというか、まあ長い10年とか見ても変にね退色とかしづらい形になってます。で、表札インターホンがあって、下にねこれ皆さんにこれ何ですかって聞かれるんですけど、割りぐりしっていう大きい仕組み、これ何かっていうと、まず景観です。で、機能性として何かあるかっていうと、そういうわけじゃなくて、もう見た目がいいですよねっていう商品ですね。で、なおかつこの割りぐりのスペースを作ることによって、将来的にここに木とか植栽植えていければ、この石取っちゃえば植えれたりもしますし、こういった照明ですね、スポットライトとか入れる場所の確保にもなります。なので夜になるとここが光るんですね。で、ここがライトアップされて、周りが綺麗な形でライトアップされます。こちらがカーポートですね。これリクシルさんのネスカのカーポートで、まあ、あのコスパのいいカーポートです。なので結構こうカーポートとかガレージとか、まあ、駐車場のコンクリートですけど、たくさん何かやろうと思うと予算オーバーしてる方多いと思うんですよ。皆さんも今ね外交計画とか家づくりで結構予算で悩んでる方多いと思うんですけれども、やっぱりそうなってくると一つ一つの設備のグレードというか、まあ、何がコスパがいいんだろうと考えながら入れなきゃいけないと思います。カーポートはネスカって言うんですけれども、コスパが一番いいんですね。で、リクシルさん、サンキュアルミさんとかいろいろある中で定価とか見てもこのネスカっていうのは結構比較的お値打ちです。なので世の中的にも今結構出てますので、昔から。なのでとにかく火を抑えたい方に関してはこういったネスカを選んでもらうといいと思います。まあ、シンプル系のデザインではあるんですけども、アルミ系のポイントとしては製品ですね。アルミの色を見てもらったら分かるんですけど、カーボンの手すりも黒で、さっき言った門中のこの傘、これも黒ですね。で、あっちのちょっと飛ぶんですけど、このブロックの境界とかも黒、このフェンスですね。どういうことかというと、こういったアルミ系に関しては黒とかで引き締めると、ちょっとふわふわした感じにならずに引き締めることができたりします。予算とかも抑えつつ、ちょっとシンプルモダンチックに引き締めたい方に関してはこの色合いっていうのが大事なので、黒を選んでもらうっていうのも一つ細かいポイントだと思います。さっきお話ししたようにこのカーポートになりますので、普段ここに車を止めてもらってもいいですし、中ですね、こちら稲葉桃木さんのガレージなんですけれども、普段もこの中に車を入れることもできます。当然、こういったガレージとかあると中でね作業とかもできますので、まあ、ガレージだけじゃなくてここに車を止めてもらうこともできます。で、なおかつねこれだけ広いスペースがあるので、こっちにもね車を止めてもらっても全然問題ありませんので、まあ、4台以上ですね車を止めれるスペースは確保されています。
皆さんのアプローチの動線で言うとこういった形で入っていきます。ちなみにこの手すりとかも意外とポイントなんですね。これ何もないと通りやすいじゃんと思うかもしれないんですけども、なんか空間の区切りとして意外と便利なんですね。プラス、まあ、シンプルに機能性としてもこれを持つと歩くこともできますし、フェンスの代わりみたいなイメージなんですね。ここに大体的に目隠しとかすると重々しいので、まあ、そうじゃなくて簡易的な手すりがあるだけで、こっちが中心、こっちがアプローチ、区分けができるんですよ。小物のアクセントをうまく使うと、お金ばっかかけずとも、うまく区切りができたりするんですね。いわゆる間取りみたいなやつですね。手すりの使い方って、転落防止とか、まあこういった形で持つための機能だけじゃなくて、まあそういった使い方、役割もあったりしますので、これもね、皆さんぜひ活用してほしい、プチアイディアだなと思います。でね、ちょっと話飛んじゃったんですけど、一応ここがアプローチとなってますんで、まあ普段はこうやって現代に入っていただく形でございます。ここで一個またプチアイディアがあるんですけど、何かってポスト。これポストになります。皆さん気づくとは思うんですけど、ここにポストがあるんですね。大体の方、皆さん、門柱につけたがる方が多いんですよ、ポストって。でもわざと、ここの門柱につけなくて、こっちにつけてる意図としては、皆さん車を使われる方多いので、そういった方であれば、車を止めて、玄関にこのまま帰ってくる方が多いんですね。ってなった時に、ここにポストがあったら、動線として楽なんです。でも皆さん大体もう、門柱につけるのが当たり前みたいな印象があるんですけれども、こういった形でポストだけ別っていうのも全然ありだと思います。そうすることによって使いやすいですよね。例えばこれ雨の日とかだったら、わざわざ車止めて門柱まで行かなきゃいけないのを、ここにやることによって最短距離で取って中に入るできます。なのでポストもね、皆さん門柱につけるのが当たり前と思いがちなんですけれども、こういった形で玄関の近くとかでも全然いいので、これも覚えておいてほしいなと思います。次、お庭の方もちょっと見たいと思います。こんな形です。お庭はですね、こういった形で天然の芝生が敷いてあります。ちょうど今日ね、撮影してるのが夏場、7月かなので、ちょっと青々とした、まあ、芝生にとっては絶好の季節になってます。冬とかになると天然だとベージュっぽい、ね、枯れたっぽい色になるんですけれども、その季節感を感じられるのが芝生ならではの味だったりします。人工芝とかだったらもうずっと一年中緑だもんね。芝生だとそういったメリットもあります。あとはちょっとね、こう触った時のやっぱ柔らかさとか天然ならではの風合いがあったりはします。あとこの立水栓とかはね、これ多分、まあ、ハウスメーカーさんとかいろいろあったりするんですけど、代行でつけてたりしますので、まあ、この辺りはお好みのものを使ってもらえればいいと思います。あと、まあ、さっきところで言うと、さっき言った教会のフェンスとかも、まあ、こういった形でね、設置をしてぐるっと回してます。ここも同様に、やっぱり黒で統一するからこそ、ちょっと引き締まるんですね。で、ここはシルバーとかでもいいんですけれども、ちょっとやっぱり浮いた感じっていうか、ふわふわした形になるので、黒とかで引き締める方が引き締まります。家の周りとかが。で、こういったね、カラーコーディネート、色合いの組み合わせとかも、ちょっと意識してもらえると、皆さん、ちょっと違う視点でね、いつもと見れたりしますし、まあ、デザインもね、色の使い方だけでも全然変わってきますので、色味とかもね、できればこだわってほしいと思います。で、この色の話でいくと、さっき言った門柱の部分ですね。門柱のこのポスト。ここの柱もね、さっき言った木目調なんですけど、このポスター黒で、ここも木目調。で、玄関のもね、色が似てるんですけれども、こういう風にやっぱ細かいところの色の合わせ方っていうのも大事だったりしますので、色合いですね。何でもかんでも高いアイテムばっかり構成するんじゃなくて、そこまで値段がかからないものとかでも色合いの組み合わせとかでよく見えたりしますので、この辺は皆さんすごく参考になるかなと思いました。すごく現実的というか、まあ、いろんなところトータルで加味した上で、何でもかんでも高いものばっかり詰め込むよりも、こういった細かいアイディアとかも活用しながら構成していただくと、予算内でいい外交を作れたりすると思いますし、今日の動画すごく参考になるかとお邪魔させていただきました。また動画のね、後半の方にいつもお話しするように、細かい商品何使ってますとか、この色使ってますみたいなところ、またね、後半の方にお話しさせていただきます。なので現場からはだいたいこれぐらい今回解説をさせていただきました。もう少し引き続きお付き合いいただいて、またご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、先ほどは、現場でね、ルームツアーのご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。で、今からはね、現場で実際に映したものを見てもらったと思うんですけれども、具体的にこんなの使ってましたよという解説をしていきたいと思います。まず、一つ目がですね、教会の周りのフェンスを覚えてますか？はい、柵ですね。これはね、この商品使ってました。たまにこれ聞かれるんですけど、こちらです。リクシルさんのハイサモアという商品になります。何かと言いますと、教会で一番簡易的なフェンスです。コスパがいいので、基本こればっか使ってますね。もう見ての通りでした。教会でよく使うんですけど、高さも800ぐらい、80センチ。で、色もね、オータムブラウン、シャイングレー、マイルドブラック、ブロンズ、ホワイトってあるんですけれども、今日の動画はですね、このマイルドブラックを採用してました。
なんで基本的にブラックか、まあ、シャイングレーが多いんですけど、大体ブラックが今流行りですね。で、なぜこれがいいかというと、メッシュのフェンスとかもあるんですけれども、基本的にコスパが一番いいのがまずこれっていうところと、もっと言うとね、樹脂のメッシュのフェンスとかは安いんですけど、あれはね、劣化とかするんですよ。そう考えるとやっぱアルミの方が耐久性がいいので、まあ、トータル加味するとコスパも良く、耐久性もしっかりしてるのがこれなので、このハイサマンを一番よく使います。で、値段もね、カタログ見ると、まあ、定価で2万とか書いてあるんですけど、これあんま当てにならなくて、もう、こういったね、境界フェンスに関しては、メーカーさんが格安でね、仕入れ価格をもうカタログ度外視して出してくれてるので、カタログのこの値段、参考にならない。リメーターも数千円とかで全然いけちゃうレベルなので、かなり安くなってます。なので皆さんもね、境界フェンスでコスパいいの欲しい方は、このあたりのハイサンバーとかね、覚えておいてください。これはね、各メーカーさんいろいろ名前変えてというか、まあ、似たやつ出してるんでね、三協さんだったら、またマイエリアとか、スーパー早川っていうんですけど、まあ、ほぼ見た目一緒ですね。細かいこと言うと、この隙間のサイズが違ったりするぐらいのレベルです。あとはもう材質が一緒なんで、アルミで。なので、各メーカーさん、外国屋さんとかが推してる、仕入れ価格が安いところを採用してもらって、どれでもいいと思います。この縦格子がね、メッシュとかで安いので覚えててください。続いて2つ目、カーポートのご紹介です。こちらね、リクシルさんのネスカというカーポートですね。はい、こちらになります。これもよく動画でも出しますよね。はい、なんで、もう分かってると思うんですけど、コスパがいいカーポートとなっております。で、今回のサイズがちょっと大きめだったんですよ、実は。3057って言って、間口が3メーター、奥行きが5700という、まあ、一番大きいサイズでした。定価もね、大体、これでロング柱という仕様で、それが411,700円という金額になります。とにかくコスパいいのを探している方に関しては、ネスカとかね、この辺り選んでいただけたら間違いないかと思いますし、色に関しても、オータムブラック、シャイングレー、ブラック、ナチュラルシルバーがあります。で、今回動画で紹介したのはブラックでした。クリアネタに関しても、クリアブラウン、クリアブルー、クリアマットという形で、ね、3色展開になってます。今回はクリアマットとブラックの組み合わせでした。やっぱりね、ブラックが一番出ますし、これも同じですね。ブラックかシャイングレーなんですね、大体。で、ブラックがご登場して紹介させていただいた仕様となっております。コスパよく1台用のカーポート欲しいという方に関しては、このリクシルさんのネスカ選んでみてください。続いて3戦目。手すりご紹介しましたね。これはこんな商品でした。リクシルさんのアーキレールという手すりになります。こちらですね、もう一般的な手すりです。で、アルミの材質をしてますので、耐久性も良くっていうところで、手すりに関しては樹脂系のものもあったりするんですけれども、やっぱりアルミの方が耐久性高いです。これさっきお話ししてるように、フェンスとかカーポートと同じ材質となります。で、これね、これ拾い出しが細かくて、まあ、天板の持つとことか柱によって値段が違うので一概に言えないんですけれども、そんなにコスト的には高くない商品かと思います。で、今ね、シャイングレー、ブラック、ナチュラルシルバー、クリエモカ、クリエダーク、チェリーウッド、オークとかね、また木目調とかも選べるんですけれども、大体まあ、4、5万あればつけれるかなっていう費用感です。長さとかサイズとか高さによって全然変わってくるんですけれども、大体そんなもんで、すごく大量に使うと10万超えてくるんですけれども、イメージ、まあ、5万、6万ぐらいで収まることが多い印象はあります。なのでね、手すりでコスパよくいいものを使いたい方は、このリクシル、アーキレールとか使ってみてください。続きまして、4戦目。タイルのご紹介です。こちらですね、アイコットリョーワさんのアーバングランドという商品になります。こちらですね。これアーバングランドっていう名前なんですけれども、今回はこちらのですね、D52 というこの52で、サイズが、ね、450×220 ってちょっと変わってるサイズ感なんですね。よくあるの300、600なんですけど、450なんで横幅が微妙にちっちゃくて、で、なおかついつも300なんですけど、高さもね、微妙にちっちゃいっていうサイズ感になってます。なので447×220 ですね、大体。で、費用感が平米8300円ぐらいの金額になってます。で、カラー展開はね、これ7色ありますので、もっと黒っぽいのとか、白っぽいっていうかね、ベージュっぽいやつもあったりはしますので、お好みのものをチョイスすることができますので、カスタマイズしてコーディネートしてみてください。で、今回ね、現場でやったような笠着とか、あの辺りもつけることができますのでね、よかったら採用してみてください。続いて5選目。先ほどお話した笠着ですね。こちら、リクシルさんのデザイナーズパーツという商品になります。それがこちらになります。はい、ご覧いただいていると思うんですけれども、これがですね、もう、現場でお見せしたままなんですけれども、こんな形でアルミの笠着となっております。で、好きなサイズで切ったりとか、まあ、長さも決められますので、もう好きなサイズの紋中に合わせることができます。で、色もね、シャイングレーとブラックがあったりします。今回ね、ブラックの方をつけさせていただきました。でね、この LG 施工とかね、コーナー施工って言って、まあ、これもね、まあ、曲げたりとかできるよっていう意味ですね。今、紋中の造作を作ってる方っていうのは、サイズ感バラバラだったりとか、形を変えたいっていう方いると思いますので、調整して設置してみてください。値段はね、まあ、どうだろう。そこまで安くはない。
ちょっと思ってるより高いよっていうぐらいの感覚ですね。だいたい6万7万ぐらいいくイメージです。10万いくことあんまないんですけど、これはもうサイズとかによって変わってきますので。でもね、カサギあるとないとで汚れ具合全然違うし、塗り壁だったら僕最近もカサギは必須なのかなと思ってます。でもあの雰囲気とかデザイン的に好きじゃない方もいると思いますので、皆さんのね、あのこのこだわりポイントにマッチするかどうかだけ当てはめて考えてみてください。はい、ということで、ね、本日もルームツアーご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。今日の動画良かったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。皆さんのコメントもお待ちしております。本日の話を聞いて分かんないこととか質問あればどしどしコメントの方でお待ちしております。概要欄の方にフランチャイズ加盟店様の募集の URL 貼っています。こちら全国的には募集してますので、興味ある方面談制審査制なんですけれども、ご応募お待ちしております。他にも概要欄の方に公式 LINE のリンクが貼ってあります。登録していただきますと豪華5大特典をプレゼントしています。まず1つ目はオリジナル施工事例集全90ページの大ボリュームの特典となっております。2つ目は基礎商品特集全80ページの初心者必見特典となっております。3つ目は特選商品特集、4つ目外交チェックシート全35項目、5つ目は登録者限定動画のプレゼント。他にも動画でお話しできないような内容もこっそり公式 LINE ではお話ししてますので、見逃したくない方は今のうちに LINE 登録をお願いします。またこのチャンネルでは失敗しない後悔しないための外交作りについて情報を発信しております。それではまた次回でお会いしましょう。またね。